本日は松本人志が性加害をしたとされるホテルの室内写真や、松本人志が後輩芸人に渡した献上してほしい女性リストのメモなどを掲載した文春砲第3弾が出たので、そちらについて紹介します。1月17日に文春は松本人志の女性関係に関する第3弾の文春砲を放ちました。文春によると、独特の字体で綴られた黒毛、ツタヤの店員、ユニクロの店員などの文字、本誌が入手したのは松本人志の性的欲望の矛先が記された女性セレクト指示書である。ある日、松本の後輩芸人はメモ用紙を写した画像を知人女性に見せながら自慢げに語った。松本さんは女性の職業に異常なこだわりがあるんだよ。この殴り書きは松本さんが調達してほしい女の子の職業を直筆で書いたものなんだ。それは他ならぬ松本の性接待上納システムを裏付ける物証だった。今回新たに福岡の女性が松本の上納システムについて証言する。清楚な風貌の F 子さんが友人と複合商業施設キャナルシティ博多で後輩芸人 Y と待ち合わせたのはその日の夕刻のことだ。そこで Y は予想外のことを口にする。ごめん、週刊誌が張り込んでるから飲み会の場所がホテルの部屋になった。 F 子さんが証言する。直前になって場所をホテルに変更し、断れないように持っていくのが彼らの手口でした。キャナルシティ博多とグランドハイアットは隣接しているし、ドタキャンするわけにはいかなかった。夜7時半、 F 子さんは友人に LINE で次のように実況中継している。松本人志がいることを知らずに部屋に入って驚くリハーサルしてる。携帯電話を見ながら F 子さんが明かす。事前に Y さんから松本さんと飲むことは知らされていたのですが、知らない体にしてと言われました。ドアを開けた瞬間びっくりして一度閉める練習までさせられたのです。松本たちが待つ部屋に入ると、ソファに松本が鎮座し、黒瀬と放送作家 X が脇を固めていた。机には缶チューハイが並んでいました。私をアテンドした Y さんはソファには座らず、ひたすら汗を流しながらお酒を準備していました。数時間が経過した頃、にわかに雰囲気が変わった。 F 子ちゃん、別の部屋でみんなで飲もうか。そう黒瀬に言われ、嫌おうなしに部屋から去るようにせかされる。松本は寝室に消え、 F 子さんの友人だけが残された。廊下に出された私は別室のシングルルームに案内されました。黒瀬さん、 Y さんらで飲みながら待機すること1時間弱。すると松本さんから連絡が来たのか、黒瀬さんが戻ろっかとスイートルームに戻ると、松本さんと私の友人が座っていた。松本さんの自然な態度が異様でした。間もなく1万円を手渡され、私たちは帰らされたのです。帰り際 F 子さんは友人に、松本さんと関係を持ったと告白され、2人はこのシステムやばいねと顔を見合わせたという。エレベーターホールに差し掛かった時、彼女たちは2人組の女性とすれ違う。深夜に女性2人が上層階に来ることは珍しく、あの子たち第二陣なんじゃないのと話した記憶があります。その時間帯はまさに先週号で証言したシーコさんらが松本の部屋を訪れた時間帯とピタリと符合する。それから約2ヶ月半後、松本のホテルのみに参加し、肉体関係を持った女性がいる。もともと Y と面識があったジーコさんである。なぜこんな異常なシステムが世間にバレないんだろうとずっと思っていました。今回文春の記事を読み、松本さんが東京と大阪でも同じようなことをしていると知り、私の経験をお話しすることにしました。ジーコさんは、大物飲み会あるんやけど誰か紹介してくれと Y から松本の飲み会に参加する女性の手配を頼まれた。その際 Y は2つの絶対条件を提示してきたという。一つは絶対にドタキャンしないこと、もう一つは松本さんの許可が出るまで帰ろうとしないことでした。当時 Y は大物飲み会と称し、松本が収録に訪れる日のために様々な人脈を駆使してアテンドに励んでいた。その際 Y が知人女性たちに見せていたのが女性セレクト指示書である。マクドナルド、スタバ、高校や中学の先生、弁護士、広報の女、人妻、子供なし、弱い筆圧で書かれた文字だが、過去に松本が書いた文字と筆跡は酷似している。また随所に松本の女性に対するこだわりと執着がうかがえる。例えば CA の欄には ANA、JAL と記され、 LCC は NG という注意書きまである。そして NG の項目には茶髪、モデル、飲み屋、美容師、アパレルなど、松本が普段会えないようなタイプの女性を求めていることがわかる。
後輩芸人の Y たちはこの指示書をもとに日夜調達に励んでいたのだ。 Y の知人によると、 Y からマックに行って可愛い子をスカウトしてきてとスカウト行為をするように頼まれていた子もいます。 G 子さんが友人を連れて松本と部屋飲みをしたのは2016年8月のことだ。会場はハイアットと双璧をなす高級ホテルであるホテル大倉福岡。松本が宿泊したのは博多の夜景が一望できるコーナースイートである。ジーコさんがその様子を明かす。夜9時頃に部屋で合流し、男性のメンバーは黒瀬さん、放送作家の X さんでした。2時間ほど過ぎた後、黒瀬さんにこれから2人っきりでと言われ、私以外の4人がさーっと部屋を去っていきました。友人ではなく、なぜか私が松本さんに選ばれてしまったのです。シャワーを浴びるよう命じられ、部屋に戻るとバスローブ姿の松本さんがいました。断れない雰囲気があり、約30分間私はまるで風俗嬢になった気分で、早く終わってと祈りながら身を委ねるしかなかった。あの日エッチが終わった後は、毎回こうやって女性を物のように扱っているんだなと感じました。性行為が終わった後、松本が発した言葉が意外だったという。今日泊まってく。ジーコさんは拒否したが、その後もジーコさんらは大物飲み会のために Y から、一度肉体関係を持った子はダメだから新しい子を連れてきてと女性の調達を依頼されたという。彼女たちは、まるで数珠つなぎのようで異常な世界だと感じたという。翌年7月2日、ジーコさんは吉本の人気芸人と福岡市内のレストランで会食している。その一人は彼女たちにこう尋ねた。帝王の飲み会行ったんやろ。このように松本を中心とする性接待上納システムは吉本芸人の間では周知の事実だったのだ。本誌は Y がジーコさんに対し大物飲み会に参加する女性を調達するよう依頼しているラインを入手した。そこでは松本を大物と呼び、世の中がシビアだからと松本の名前を出さずに勧誘してほしいと生々しく記されていた。さらに取材班は福岡滞在中の松本の部屋で撮影された複数の写真を入手した。女性たちが自撮りしたものや吉本興業からホテルに送付され宿泊者松本と書かれた荷物や私物のバッグなどが写っている。そしてついに取材班は別のゼゲン芸人の確信証言を得ることができた。自らの経験を懺悔しながら名古屋吉本の元芸人が語った。当時僕たちのような下っ端の芸人はお笑いの帝王である松本さんに少しでも取り入りたいという思いで必死に女の子を献上してきました。彼は若手の売れたいという気持ちにつけ込んでいたのです。今考えると若手芸人をバカにしてますし、女性に対しても大変失礼ですよね。松本を頂点とする性接待上納システムが構築されたのは約20年前に遡る。彼がプライベートで名古屋を訪れるのは1年に1回程度。その1週間前、松本の側近芸人から名古屋のピン芸人 Z に連絡が来るのが通例だった。来週 DT が来る。その情報は瞬く間に広まり、同時に緊張が走る。約1週間の準備期間に後輩芸人たちは美女集めに奔走することになるのだ。名古屋吉本の元芸人が打ち明ける。側近芸人や Z からは松本さんという固有名詞は言わずにタレを用意しろと命じられていました。 Z はスピードワゴンの小沢和弘さんと同年代。彼らの号令で知り合いの子に大物芸人が来ると声をかけたり、路上でナンパして当日に備えるのです。こうして集められた数十人の女性たちは名古屋市内の吉本芸人御用達のホテルに集められる。そこで行われるのはいわば選抜会だった。上階のパーティールームはまるでオーディション会場。そこで松本側近の芸人や Z が待っていて、女の子たちの選別を行うのです。判断基準は容姿とノリ。松本さん好みでないとチェンジで帰らされる。そしてまた別の芸人が 2,3 人組の女性を連れて顔見せする。選ばれた子はその場に残り部屋のみに参加できる。紹介者の芸人も飲み会に参加できるため、僕たちは可愛い子の確保に躍起になっていました。吉本の中にはすでに確立されていた松本への女性の献上システムを把握していた幹部もいた。昨日どうだった？ええ、タレ見つかった。飲み会の翌日、後に地方の事務所長を務めた同社幹部は元芸人に対しそんな言葉を投げかけたという。その幹部とは別に吉本の劇場付きの構成作家からも同じようなことを聞かれました。長年暗黙の了解でそのようなことが行われてきたということです。と松本人志が性加害をしたとされるホテルの室内写真や松本人志が後輩芸人に渡した
献上してほしい女性リストのメモの存在と、名古屋吉本の元芸人が売れるために松本人志に女性を献上していたと証言したことを文春が報じました。いかがでしたか。本日は松本人志の女性問題に関する文春砲第3弾が出た件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。